ジエンドっていうボーカロイドのオペラなんですけど、去年の12月に発表したもので、オペラっていうのは、まあ、よく取材で話してるんですけど、人間が歌って、人間のオーケストラが伴奏して、まあ、悲劇やったり、そういう人間中心の物語を演じるっていうものなんですけど、これは一切人間がいないっていうオペラで、で人間の代わりにボーカロイドと、まあ、一番中心の発電に行くっていうキャラクターで、音楽も全部コンピューターで、で映像は4面のスクリーンなんですけど、結構僕はその映像でこだわったのは、あのビデオオペラみたいにならないっていうことが重要で、フレームの中にこのキャラクターがいて、それを見るというのではなく、ちょっとそこにいるような感じ、初音ミクだったり他のキャラクターがステージの上で実際生きてたり動いてたりするように見えるということになると、結局少し人間に近づくわけですよね。ただ明らかに人間ではないし、ビデオオペラみたいにこう論理でストーリーを全部理解しなくても、そこにいるとか、なんか触れそうとか、あ消えたとか、そういう、まあ、子供でも分かるような反応っていうのが大人にとって大事なんじゃないかっていうことを考えてて、で音楽でね、よくこれは全然オペラらしくないとかっていう人はいるんだけど、大間違いで、オペラなんていうのはその当時当時の一番最先端の音楽をいろいろ取り込んで吸収して食ってるわけですよ。だからモーツァルトのオペラなんて聞けばわかるけど、2枚組ぐらいの全曲シングルカット可能なアルバムみたいなもんで、だからビートもあればエレクトロみたいになってる時もあるし、逆にすごいクラシカルだったりするところもあるし、いろんなスタイルがあるんですね。でそれをまあオペラっていう入れ物に入れることは全然できるというか、まあオペラというのは本来そういうもので、で映像にしても、あとこれ衣装ルイ・ヴィトンがやってますけど、その時々のクリエーターが集まって、お互いに自分の持ち場を超えてというか、持ち場をフルに発揮して作って、でそれがどんなものになるか入ってたっていうのが元々オペラの一つのやり方 で、そういう意味では結構伝統的なやり方だとは思うんですね、僕は。で今年の5月、今年のっていうかもうそうなんですけど、5月に東京でオーチャードホールっていうところで2日間やることになってまして、最初にやったワイカムっていう山口県のアートセンターの5倍とか4倍ぐらいのキャパシティなんで、スピーカーもスクリーンもだいぶ増大して増量して、広いからこう音がしょぼくなったとか映像がしょぼくなったとかもちろん許されないんで、というか許せないんで、やろうと思ってます。僕のやつはまあちょっとざっとどんなことやってるかって話なんですけど、まあ、人とかアンドロイドとかメディアで、その境界がどこにあるのかっていう、まあ、根本にあるのは、人って何かっていうのを知りたいっていうのは多分根本にあって、だからロボットもやれば演劇みたいな芸術的な活動もやるし、まあ、いろんな人とコラボしてます、ね、で、今まで作ってきたの、すごくメカメカしい古いロボットから人間そっくりのものまで作ってると。一方でその人間らしいものだけじゃなくて、今度はその人間からそのエッセンスだけを取り出したやつをやってます。それをテレノイドって言うんですけど、なんでこれ人間にしか見えないんだけど、年齢とか性別がわからないと。でそうするとここから声してくるとですね、声を聞くとその人を想像するんですね。その想像がそのままこれに投影される。だからお年寄りとかこれものすごく好きなんです。まあお年寄りってあんまり年重ねられるとですね、人間らしいものってちょっと嫌がられるんですけど、テレノイドだけは別で、これデンマークの国家プロジェクトにまで採用されちゃってですね、あとはそれを携帯電話も今ちょっとおかしい、携帯電話自体がおかしいなと思ってて、それをもう少し人間らしいものにしようとかっていうようなことで、研究してます。まあ、そのうちにだんだんその人間と機械の境界がなくなって、その人間そのものに、まあ、ずっとその技術の研究開発ってのはそうなんですけど、人間に対する問いを持ち続ける中で、その技術が
まあ、人間のその可能性を広げつつと人間とは何かということを主題になってたりするんですね。で、まあ、私も同じようなことをやってるつもりでいます。僕さっきのオペラの話は良かったですね。そうです、ああいうの好きなんです。僕はショーウィンドウをやったんです。新宿高島屋 で、はいはい、でショーウィンドウも、本来ショーウィンドウって、うん、あの本来のマネキンってすごいあの、ね、老人形みたいなやつだったんですよ、うんうんうん、ものすごいリアルだったんです。はいはい、いつの間にかそれがわけのわかんないデフォルメがどんどん入ってきて、うん、今ではもうでっかいハンガーみたいで、うんうん、その中身なんていうのはあのデフォルメされすぎちゃってよくわかんない、うんうん、でそれで、もう一回原点に変えるっていうか、本来ショーウィンドウって多分あのもっとそのエレガントなその本当はモデルの方がいいんじゃないかって言ってましたね。フランスではモデル入れてたそうなんですけど、うん、一時期、まあ、それはやっぱり我慢ができないっていうので、うん、でアンドロイド入れるとすごく良かったんですね、うんうん、でアンドロイド今だとその反応もできるし、ね、そのものすごく人間っぽくて、うん、ああこういう服を着てみたいとかこういうその未来の生活を送りたいというそういう一シーンを見せるのがショーウィンドウだったはずなのに、なんだかよくわからない。僕が聞きたかったのは、それの映像を見てきたんだけど、人間が本当にいいと思っているのか、それとも人間に限りなく近いアンドロイドがやっぱりいいと思っているのか、どっちなんですか？アンドロイドはね、やっぱりアンドロイドの方がいいんですよ。ですよね。人間が一番ってことではないですよね。人間そっくりにしちゃうと、あんまりありがたみがなくなってくる。うんうんうん、あのいろんな意味の可能性を広げるためには、うん、アンドロイドと分かった方が絶対いいんです、うん、でも、うんうんうん、人間ってねその、ある程度その人間らしいものに関してはちゃんと脳が反応するようになってて、はい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 、あのアンドロイドにいきなり抱きついてチューするようなやつは研究者以外いないんですよ、うん、研究者にはいそうですよね。研究者にいるんです、うん、でもそういうのがあって、オペラの話聞いた時に、うん、なんていうかね、オペラって芸術作品じゃないですか。芸術で僕が尊敬するのは枠がないところなんですよ。枠作ったら技術なんですよね、うんうんうん、技術っていうのは芸術の中で枠を作って誰でもあの、真似ができるように、誰でも簡単にコピーを作れるように方法論とかあの枠を与えるのは技術なんですよ、うん、でそれはそれでいい、うん、メリットあるわけですね、うん、その簡単に作れるようになるとか、うん、安く作れるようになるとか、うん、考えなくていいとか。でも芸術とか、っていうことであればですね、その枠がないところが大事で、うんうん、オペラっていうのはまさにそうだったわけでしょ。その時代時代に応じて、そうです、そのあのこれがオペラだみたいなものっていうよりも、これがなんていうか表現できる最先端のものだみたいな。途中報告ですよね、でも目的は違うわけですよ、うん、その なんていうか何とか作法があって、うんうん、こういうふうに作らないと絶対ダメだとか、うん、ということじゃなくて、この方向でチャレンジしようっていうぐらいの話だったやつが、うん、そうだと思う。いつの間にか枠作ってそこでご飯食べるなんてことをやりだしてると、それはすごくあの伝統芸能と本当の芸術はちょっと違うような気がしてるんですよ。違いますよね。だからね、あのオペラ別にもともとオペラがすごい好きとかいうこともないんだけど、やっぱり作ると興味が出てきていろいろ調べたり、ヨーロッパ行くたびに毎晩見たりしてんだけど、アルバンベルグって作曲家がいて、20世紀の途中まで生きてたシェーンベルクの弟子で、2つ有名なオペラ作ってるんですよ。でそれでオペラ終わったって言われてるんだけど、ルルっていうオペラと、それが最後のオペラで、その前にボゼックってオペラ作ってて、ボゼックってのはすっごい周到にできてるオペラで、ルルってのはもっとこうパッショネートっていうか、うん、なんだけど、まあ いろんな難しい技法は使ってるみたいな。でその後のオペラっていうのはなぜかそのルルのパッショネートの方向に行ったんですよね、うん、でそっちの方がいわゆるみんなが思ってるオペラらしいオペラだからだと思う。あれはその後の作曲家がボゼックっていうもっと成功にできてる方のオペラの方に進んでったら、多分もっとテクノロジーも介入する余地あっただろうし、全然違うものになってた気はするんです、うん、別にその何ていうかあの芸術って全員に、うん、あの理解される必要ないじゃないですか。全くないです、うん、でもなんかそのあまりに一般化されてくると、うんうん、そこに分かりやすい枠組みを入れないといけないし、うんうん、でも一方でそういう枠組み入ると、うん、あの簡単におまんま食えちゃうようになってきて、なんかそういう、ね、ジレンマが常にあるで、そうね、うん、でもやっぱりもう少しなんていうか高飛車でいいような気がするんですよね、うん、いや成立してればいいんですよ別に、うん、あの万人に分かる人は別に、うん、そんななくて、うん、僕は本当にそう思うんだけど、うん、
でもね、なんかフランスはずるいなっていうかいいなと思うのは、うん、政府がそういう人たちをちゃんとね、その、うん、食わしてるんですよね、うんうんうん、だからみんなフランスフランスっていうのはフランス行くと奨学金もらえるので、そう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 、食えちゃうんですよ、ね、いや行けって言われましたよ、うん、でも日本ではそれは無理じゃないですか、無理です、うん、だから日本だとごくごく限られた人が、うん、ね、まあ生きることはできるのかもしれないですけど、やっぱり少ない、チャンス少ないですね。いやいや、だから僕もその興味があるのはそのプログラムみたいな演出っていう話に近いんだけど、例えばそのオペラに戻ると、うん、オペラで人が感動しましたっていう時に曲に感動してるのか演奏に感動してるのか分かんないと思うんだよね。だからもしかしたら曲とかコンテンツは本当どうでもよくて、目の前ですごいでかい声で人が汗かいて歌ってるからそれ頑張ってねっていう、うん、だからあの棒高跳びで何メーター飛べて偉いっていうのと同じように感動してる可能性もあるじゃないですか、うん、でもそれを人間じゃなくやったらその可能性はとりあえずなくなるから、じゃあ本当にコンテンツとか人間が汗かいてなくても人間というのは感動するのかっていうことを知りたいなと思って。まあ、なるほど、うん、それがあの、なんだっけ、最近見せてもらったオペラ、ジエンドってオペラですね、うん、なるほど、うん、でもね、アンドロイドは一生懸命さが出ますよ、出ますね、程よく。いやだから人間らしさを知りたいとかっていうのはどこまで本当なのか分かんないんだけど、あのそんなに人間に興味があるように見えないんだけど、石黒さんは。僕はもっと言うと自分に興味あるんですよ、うん、自分に興味があるのと人間に興味があるのだいぶ違いますね。いやでも一応僕も人間じゃないですか、うん、だから自分が何でやるかは知りたいじゃないですか、うん、だからそれはでも自分に興味があるってことですよね。うん、でもその人間としての自分にも興味がある。人間としての人間一般にも興味あります。人間一般、他の人っていうことですか。まあ自分以外人類人類、うん、人類ね、人類どうだろうな、人類全体に、研究者で人類全体に興味がある人は見たことがないんだけど、人類はあんまし興味ないないですよね、うん、でも自分が人間って言われてるから、うん、でも明らかにもう人間って言うのは私っていう言葉とかね、はい、うんうんうん、そういうのに興味がある。うん、で意識とか言われてて生命って言うんだけど、うん、生命、僕生命あるような気がしないんですよ。死と生の分割線っていうのことに対する興味って僕すごくあって、あ、それはこのジェンドっていうのがすごい大きなテーマで、やっぱりマニアックなんですよね。要するに考えてもしょうがないところは考えないけど、うん、その生と死とか、そのなんていうか私とあなたとか、うん、そういう境界線が好きなんですよ。そうで、うん、私とあなたっていうその言った通り、例えばあなたっていうとか君っていう言葉は相手が生きてないと成立しないですよね、うん、そう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 、で全ては関係性の上に成り立ってる、ね、関係だから人が死んで亡くなるのは、うん、まあ、体がなくなるかもしれないけど、まあ、あるわけで焼かなければ、うん、ただあなたとか君とかっていう代名詞、関係性を表す言葉っていうのだけがこう消えて、うん、みんな誤解してるじゃないですか。死ぬと例えば渋谷っていう固有名詞がなくなると思うけど、みんな渋谷はさって別に死んでも話しますよね、僕のこと。だから固有名詞はなくならなくて、なくなるのはその関係性を表す言葉だけなんですよ、ね、それは結構みんな予想してないと思うんですよ、うん、死ぬまでは。でそれは結構面白いことだなって、うん、それどう面白いんですか。気づきます。僕考えなかったら全く気づかなかったんだけど、僕はそれでちょっと思ったのは、うん、この間ふと思ってて1週間か2週間ぐらい前に、うん、自分の経験って自分の中にないなと思ったんですよ。というのは要するに自分の過去の経験とか、うん、自分の記憶って他人の方がちゃんと持ってるんですよ。経験っていうのはその個人の中にあるってみんな思い込むじゃないですか、うんうんうん、実はね、自分の中の自分の経験ってすごく改ざんされてて、うんうん、都合よくめちゃめちゃ改ざんされてて、うんうん、嫌なことあんまし覚えてないし、うんうん、いいことばっかり覚えてたりするけど、うんうん、周りのやつら全部覚えてるんですね、うんうんうん、特にある程度有名になると、うん、完全に自分の人生は周りにあって自分の脳にないっていうか、自分の脳のキャパよりも周りの人間の集合値の方がはるかに、うんうん、話し統合した方が合う。そうそう、だから、自分の人生は他人に聞いた方が早いんじゃないかなっていう、今のはそういう話なのかなという気はちょっとしたんですけど、その固有名詞は残るけれども関係性はなくなると、うんうんうん、要するに記憶はずっと周りの中に生き続けてしまうけれども、そうですね、うんうん、主観がなくなるんですよね、関係性。そうだから
君はさっていうふうに話しかけることができなくなるっていうのはまあすごい変ですよ、うん、でもまあそうか、Android で蘇れば君はさがまたできるんですけど、ね、Android で蘇ればでそれはすごく面白いのは中身あんまり問われないんです。ああそうなんだ、ね、そのまあ人によるのかもしれないですけど、例えばまあこれちゃんと人形したわけじゃないんだけど、うちの学生でまああの僕の真似とか操作がうまいやつがまあいるわけですよね、はいはいはい、でそいつがずっと操作してると、うん、なんかね先生あれでいいんじゃないっていう感じになってくるんですよね、うんうん、要するに中身なんていくらでもすげえ会話聞くし、うんうんうん、あの例えば1年会わなかったら、うん変わったねで終わりなんですよ。いや終わりでしょ終わりでしょ、うん、だからその中身に歴然としたアイデンティティなんかないんですよ、うんうんうん、いやそう思いますよ、うん、でだから死んでもアンドロイドで生き返れば、うんうんうん、あのまだずっとみんな なんかある種の関係性ちゃんとあの維持できるっていう気がしますよね。でもその人とつながりたいとか、アンドロイドの魅力とか存在感とか、うん、人って根本何かっていうと、その、うん、あの性的なものを抜きに人になりえないじゃないですか、うん、ですよね、だからそこは絶対無視できないし、うん、面白いことに、うんうん、例えば最初にアンドロイドを作るときにどこを勉強しに行ったかっていうと、うん、そう今まではその内部 その メカメカしい金属でできた部分っていうのは、うん、工学の分野にいっぱいあるんだけど、はいはいはい、周りの柔らかい部分というのは工学にはないわけですよ、はいはいはい、そうするとそういう部類のところにあるわけですよね。どこ？え？だからそういう秋葉原の方面でそこら辺のやつを全部あの調べ、当時はあんまりメジャーじゃなかったですけど、うん、今はあの買ってきて調べ、買ってきて調べましたすべて。へえ。だってシリコンの使い方全部調べないとどうなるか分からないですよね。それは何年前ですか？それが2000年ですよね。あ、じゃあ 10年ちょっと前です。そうですね、うん、まあ少しは時効になったから言い出してもいいかもしれないでも常にそういうもんですよ。あの一番なんてえげつないところに実は結構物事の真理はちゃんとあって、でまあそれは他、まあ、ついでだから言っちゃうと、うん、あのね僕あの京大の霊長犬の先生たちとこう話してた時に、うん、まあ、すごいおかしいなと思ったのは、猿とかチンパンジーとか、うん、そういったところの研究っていうのは、コミュニケーションの研究イコール性行動の研究イコール社会的な行動の研究なんですよね、うん、とか人間のコミュニケーションの研究って言ったら、うん、性の話が一切なくなっちゃってるんですよ、うん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 、これはもう科学としては完全に歪んでると、うんうんうん、結構なんかそこはだから今だと萌えっていう言葉で結構曖昧になってる部分っていうのが、うん、燃えるよね燃えないよねっていう話ってそれ以上議論進まないじゃないですか、うん、でももうちょっとクリアになる気がするんだよね、うん、僕はあのキャラクターをそうそうちょうど昨日見てたんですかね、あのいい感じなんですよね、なんていうかでもね究極じゃないなと思ってるわけです。あの女の子あの旬のそのなんていうか、うん、オタクっていう人たちが燃えてるようなキャラクターは究極ではない、究極が作れるんじゃないかなと。初音ミクが究極だとは思わないんですよ。なんか体のバランスっていうのが、うん、どうも鍵みたいで、うんうんうん、プーケットってあるじゃないですか、うん、ゴーゴーバーって知ってます？ゴーゴーバーって要するに売春をするバーなんだけど、はいはい、そこにね僕結婚してた時に奥さんと見に行くっていうか遊び飲みに行くのが好きで行ってたんですよ。でこうバーッと並んでてアーケードがあってゴーゴーバーのいろんなタイプに分かれてるんですよ、ね、要するにバドガールしかいないゴーゴーバーとか、あと女子高生しかいないゴーゴーバーとか、あと水着しかいないとかって。でそこは白人もいたしタイ人もいたしあの黒人もいたし日本人もいたけど、圧倒的に人気があるのは日本人 の109みたいなあのミニスカートでロングブーツで、うん、ちょっとセーラーっぽい格好で、でボニーテール でだからまあちょっと何頭身に言うのがあれば、あのこう足が長く見えるミニスカートの格好で、うん、人種問わずそこが一番混んでるわけ常に。へえ、サービスがいいとかそういうことじゃない？いやサービスしてないですよ。だからそこをあの立って踊ってるだけ。じゃ あ, まあ、あの秋葉原の燃えてるあの女の子たちは世界的スタンダードだって、あのだから体のバランス、足があってスカートがあって、うん、体があってあの髪の毛がある程度長くてっていう体のバランスは
もしかしたらスタンダードなのかもしれないですね、うんうん、なんで海外では、あそうか、まあ、フランスとかではね、かなり、うん、あのなんていうかメジャーになってきてますよね、うんうんうん、でも日本ほどじゃないですよね。なん言葉じゃないですか、それは言葉の問題、うんうん、やっぱりちょっと宗教的なプレッシャー強いんじゃないかなという気がするんですけどね、フランスの方が、まあ、海外で本当はもっと爆発していいんじゃないかとか、うん、あのもっとだから若い人自由でいいんじゃないかと思うんだけど、うん、なんかね海外の方が抑圧されてる感じがして、うん、性に関しては全くそうだと思う、うん、日本ぐらい性モラルがない国はないから、うんうん、日本の方がいろんな文化が多様でいい感じがするんですよ ですよね、うんうん、それをなんかみんな逆にすぐ言っちゃうんですよ。海外ではなんかすごくなんていうかかっこいいとかなんとかって言うんだけど、うんうんうん、日本の方がはるかに実験的で面白いこといっぱい起こってて、海外はオープンだとか言うけど全然そんなことない、全然そんなことない、関係性もしてたら、うん、日本はありえないぐらいオープンですよね、うん、でそれやっぱりあのすごくあの治安がいいっていうのも後押しされてるんで、何やってもまあそんなに変なことにならないんで、はいはいはい、ね、海外変なことやると、うん、逆の方に思いっきり触れたりするケースも多いじゃないですか、すぐ治安が悪くなったり危なくなったり、うんうんうん、だ多分秋葉原が多分海外のどっかの国にあったら、うん、犯罪の巣窟になってるような気がするでしょうね、うん、てかあのあるリミット超えちゃうでしょうね、うんうん、でも日本はねそれがなんかうまくこう乗りこなせるところがあるような気がして、うんうんうん、まあ、だんだん危なくなってきてるのかもしれないですけどね。ただまあ人種は少ないから基本的には、ああそう、ね、うん、あとはやっぱりあのキリスト教みたいなそのあんまり無茶なその宗教からのプレッシャーがないので、ないですね、あの、うん、日々の生活にそんなプレッシャー感じないような気がするんですよ、うん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 、僕はだからさっきちょっと言ってたんですけど、アンドロイドの方がね絶対ね本人はモテるんです。本人よりモテる、うん、絶対モテる、あ本当に、うん、で、ね、一番いいのはまずアンドロイドは、ね、合成できるんです。合成って、まず綺麗な見かけと好きな声って合わせられるんです。はい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 、はい、でしかもアンドロイドはその、まあ、要するに誰に喋らすかという問題はあるんですけど、うん、まあ喋る方もねそんなになんか直接触られたりするわけじゃないから、うん、まあ、気前よくいろんなこと言ってくれるじゃないですか、うん、気前よくそうするとなんかすごくだからなんていうのかな、なんていうんだろう、アンドロイドを目の前に顔を真っ赤っかにして、うん、うちの学生とかスタッフのた打ち回ってるんですよ。それはそう学生とかスタッフの方に問題があるわけじゃないですか、ね、いやいやそれは普通だと思います。それで、だからアンドロイド最初あの女性のやつを報道発表したときにアンドロイドはその綺麗な微笑みができるんです、うん、それで新聞記者に向かってニコってすると、うんうん、新聞記者が照れくさそうにニコってね微笑み返しててなんかそれはちょっと制約がある微笑みなんですか、うん、そんなに、うん、大きくは笑わないです、ね、人間に比べてある種の不自由さを、いやそれはないです、ない、うん、自然な小さい微笑みです、ニコって感じです。人間と見間違います、見間違います、気を抜くと。気を抜かなければ見間違いない、だってまあそこアンドロイドだって言われてるし、そのアンドロイドだって言わなければ透明だったらもう分からないですか。あとロボット演劇だったら多分どれぐらいですかね、あの観客の半分ぐらい分かってないですよ、アンドロイド演劇だったら、ね、あちょっと薄暗くして報道発表の時明るいし、でだからなんていうんですかね、そのちょっとあのなんか人混みの中で綺麗な女の子がいて、うん、ニコってしてきたら、うん、微笑み返しちゃうじゃないですか、うんうん、そういうことがあの記者会見の場で起こってて、あと取り替えられるのいいですよね、うん、で取り替えるっていうのは、いや パーツだから組み替えられる、ああそうそう、うん、まあそれはそうなんだけど、でも何がいいかっていうと、うん、アンドロイドだから触れるんですよ、うんうんうん、もう極端に言うと持って帰ろうと思ったら持って帰れるわけです、うん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 、ね、でも普通の人間できないじゃないですか、要するに距離感が距離感がいきなり恋人同士なんです。ああなるほどなるほど、でも日本でそんなもんじゃないですか。嘘その渋谷とかはそんな感じですよ。まあでもそれってそれなりにかそうです、あそうなんですか、渋谷ってそんなもんなんですか。そんなもんだと思う、渋谷とか恵比寿とか、ね、それなりにでもお金かかるところなんでしょう。いや お金かかるとかはなんかまた別のレイヤーがあってそうなんですかアンドロイドみたいなものが出てくるかもしれない、まあでもそう、でもね、なんて言うんでしょう、でもめちゃめちゃ美人ですよ、そのモデル級で、うん、で全て自分の理想に合わせられる。なんか髪の毛がちょっと違うなと思ったんですけど、ね、それは、お金の問題ですね。あ、そうなんだ、ね、あの人毛を使った丁寧なやつだと、うん、あの人間髪型は人間みたいにならないですよね。それ癖毛がないんですよ、カツラには。ああ。
大体ストレートになっちゃうんですね。はい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 、だからテンパーのカツ、あのなんか尋問カツラってないんですよね。天然じゃないですもんね。だってまずテンパーの天然じゃないです。なんかね、あの尋問カツラってやっぱストレートが多いです。多分なんか癖ついてると植えにくいとか、うんうんうん、整えにくいとかあるんだと思うんですけど。さっきも言ってたけど、10分の曲聴くと結構疲れるじゃないですか。でも1秒の音しか聴いてないのに、そのぐらいの情報を受けたみたいなことっていうのは、そういう音色って作れるの？まあ、そう、それすごい思ったのは、画像あるじゃないと思って、あの一瞬間ですごい感動して、ずっと忘れられないっていうのは画像にはある。はいはいはい、ありますよね。音は、でも音は1秒だと多分ないんじゃないかな。でも同時に、画像っぽく表現できないですか？例えばだから画像だったら 100×100 とか 500×500 の画素があるじゃないですか。なんか 500×500 のスピーカーでバンと音聞かせると、スピーカーの数は多分関係ない気がする。関係ない関係ない、その空間的なその音の配置を時系列に頭の中で再構成できないもんですか？時系列はね、ある程度できるかもしれないんだけど、その縦っていうか同時になってるものを再構成するのがすごい難しい気がする。だから例えばサウンドファイルバンってコンピューターから吐いて、それがもうすでに曲になってる、曲になってるって言ったら曲になってるな、これって思うような情報密度にするってことがすごく難しい、部品を作ること、音の部品を作ってそれを組み合わせて曲みたいにすることは結構簡単にできるんだけど、でもそれは生命だから音楽の最小単位みたいなものがまだ分からない、ですね。僕はね、でも本当に人間は興味ないんですよね、全然。だからこれから例えば人間が歌わない歌う曲、一生のうち一回も作るなって言われたら別に作らなくてもいいし。でもね、それを聞く自分には興味あるでしょ。その何かものを作った時に自分で、あ、これいいなと思うから作るわけじゃないですか。あ、そういうのは興味ある。そう、僕も同じなんですよ。自分の中で納得できるかどうかが最も大事なんですね。そうですね、そういう意味でやっぱりね、人間というよりも自分に興味があって、でも自分にあんまり興味あるっていうと、なんか、なんていうか、それよりもまあ人間に興味あるって言っといた方がいいかなっていう感じはするんです。通りはいいですよね。ね。でもそうですよ。でもそこに、でも本当の人間の本質があるような気がするんです。そのこと自体に、ね、そうです、漠然と人間って探しても全然出てこないので、自分の中にあるものでいい、で多分そのだから、例えば音楽の中の最小単位を見つけるっていうのは、その自分の中の感性というか自分の中のいろんな感覚でもって見つけていくわけでしょ、でそれは多分そのすごく人間らしいことだと思うわけですよ、僕ら工学とか科学とかやる人たちはここをやりたいわけですよ。ここやりたいんだけど、その最小単位が分からないんで、多分音楽の最小単位探すとか、人間らしさの最小単位探すとか、心とか意識の最小単位探すっていうところなんですよね。でそれが多分こう人工的に可能かどうかな。その最小単位を探すっていう、なんていうかな、研究とか思考っていうのはすごいマッシブな方向から絞っていくものなのか、それとも違う方向なんですか、どっちなんですか。スケールは僕は両方必要だと思ってて、でもあまりミクロなところはやりたくないんですよ。っていうのは僕らの分野で言うと、例えば材料の違いとか、そういうところ、要するに原理でいきたいわけですね。はいはいはい、で原理を考えた時には、大抵原理ってスケールフリーでないと良くない。なんていうか、こんな、なんていうか、その手の中 の, その、水の中で起こっているような話から、社会全体で起こっている話まで、そこは両方に通用するようなものでないと、だからヒントは両方にあると思うわ、で普通の人間らしさの研究って人間一人を何とか観察してっていうのが多かったんですけど、僕はそうじゃなくって、多分人間らしさのほとんどは社会から来るような気がして、で少なくとも僕が何ていうか自分が人間っぽいことをしているとかいうのは社会なしではありえないし、例えばその科学の芸術の活動もそうですけど、もし島でね、たった一人しかいなかったら、本当に今みたいに自分で何かこういう問題を感じながら何かをするかっていうと、すごく怪しくなってしまうんです。
だから社会があるから自分がいるんだろうと。僕もだから前質問されて無人島でずっと一人でいるとして音楽やるかって言われたんだけど、まあ、しばらくはやると思うんだけど、うん、今こうやって社会の中でやってる音楽とは違う音楽でしょうね、うんうん、そうですね、うん、しばらくやるというより、いやもっとやるような気もするんですけどね、うん、要するにだんだんね、うん、人に飽きてきちゃうんですよ、ぶっちゃけ言うと、うんうん、もう少しね若い頃って、ね、人にロマンがあったんだけど、それ他者にっていうこと、まあ、他者と自分も含めて、だから自分も含めてそうかもしれないですね、うん、でねだんだんなんていうか年取ってくると追い詰められてきて、人に興味がだんだんもっとどんどんなくなっていくんですよ、うん、そうするとその結構強いです僕、うん、それちょっと年取るの早すぎまだ僕より10歳若いからもうちょっとでもねそうなってくるとなんていうか、もしかしたら一人でも、うん、一人だともっと気楽になんていうか要するにどうやって生きていこうなんていうことはあんまり考えないので、うんうん、まあ、とりあえずなんていうか一日魚一匹でも二匹でも捕まっときゃ、うん、生きていくわえるっていう状態になったら、うん、本当にやりたいことはできるのかもしれないです、ね、あでも結構それ近いです今、うん、でその時に本当に何か自分が満足して、うん、死ねるものを探そうっていうふうに思うと、その時は本当に音楽のうん、なんか原点みたいなの見つかるかもしれないし、うんうんうん、僕はなんか多分その人間とか命とかそんなところへの原点みたいなものを見る、うんうん、本当の研究ができる気はしますよね、うん、でもやっぱり実際形に作ってからじゃないと生命の本質わからないとかみんなよく言うんだけど、実際作る人は少ないですよね、うん、僕作るんですけどね、とりあえずですよね、いやだからすごい珍しいですよねうん、そうか、そうかもしれないですね、うん、論理学みたいな方向に行っちゃう人結構多いじゃないですか、うん、でもね論理学言っても始まんないじゃないですか、うんうん、形なんか作ってみせないと、うんうんうん、進歩ないと思いません、うんうんうん、それは言葉の上の話で決着つくんだったら哲学がとっくに決着つけてくれてるはず、うんうん、はずで、でも最近面白いのはうち哲学者いっぱいいるんですよ、研究室に、哲学者は、また来るんですけど、うん、今まで3人、1人は一橋の准教授で移っちゃったんですけど、で哲学者相性いいんですよね、でもそれは探しに来るんでしょう、多分哲学の方が、いや僕はね雇うのが好きなんですけどね、あ哲学者、うん、哲学者雇うの好きなんですけど、うん、哲学者はその事務能力ものすごいいいあ、そうなんだ、うん、宗教音楽と宗教音楽と、うん、その神様というかいやそれは、ね、それ以上に面白いことは多分ないんじゃないか、うんうん、いや音楽ってすごい宗教音楽で発展してきたところがあるから、うん、だからあと宗教とすごく密接だから、うん、で、まあ、ある種の原理主義みたいなことを言わないといけないので、うん、まあ、科学も、まあ、いわば宗教だし、うちの研究室はもうほとんどなんていうか宗教団体みたいなところがあるので、まあ、でも研究ってのはそうなんですよ、うんうん、未知のものに挑戦するので何かベースがないといけない、ベースってのは先生の教えだっていうことになるでしょう、うん、だから僕らは教祖みたいなものなんですよ、僕もね音楽作るときにこのメロディーのが一回聴いたら絶対頭の中で反復再生するっていうのをどうやって作れるかなって毎回考えてるんですね、だから売れるとか売れない関係なく一回聴いたら絶対思い出しちゃうっていう作り方ってあって、おそれって大阪によくあるトーレトーレピチピチみたいなやつですか、近いですね、木田太郎の音楽って、うん、僕ら一回聴いたら忘れないようなやつ、うんうんうん、山盛りあります、うんうんうん、あとドン・キホーテとかそうそうソフマップとかいろいろあるじゃないですか、でもああいうのじゃなくてそういうことが可能かなっていうのは結構考えてたね。で、それは限りなく洗脳とかに近いですけどね。僕ね、自然を作りたいんです。うん。どういうんですかね。自然の原理を探して。それはだから木とかそういうことじゃなくて、まあまあそんなもん。システムってことですか。違います。音楽と一緒なんですよ、うん。人工物と自然のものがあるじゃないですか。うん、表面的に何が違うんだろうと、うん、例えば木を
メタルあのロボットみたいなやつ作ったら、うん、それは、例えば公園に置いといたらそれちゃんと木になるのかとか、ね、うん、その また似たようなあれなんですよ、最小単位みたいな話なんだけど、うん、自然の必要十分条件みたいなんだっていう、うん、ここでなんで自然じゃないの、うん、ここどうすると自然になるの、これをどう変えると自然になるの、うん、多分だから緑塗るだけじゃ絶対ダメなんです、うんうんうん、で なんかちょっと動かしたら急に自然っぽくなるのか、うん、だから、公園に行きたくない、もう部屋の中にいたらもう公園十分行ってますみたいな、ああそれいいですね、そういうの作りたいんですね、うんうん、でそれもまだちょっと長期戦になるかもしれないですけど、でもこれ結構前から言ってて、うん、もう7、8年いや5、6年前から言ってるんですね、進んでいるんですか、いろいろね思いついた時にいろいろチャレンジしてるんだけど、うん、ドンと行くのはやっぱりそれなりに分かりやすい形にしないといけないんで、はいはいはい、まだなんていうか、やってはやめて、やってはやめて、こうちっちゃい波ですね、テレノイドとかああいうのはもう行くって決めたらもうボンと行っちゃうので、うん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 、そういうところまで来ないですね、うん、今あの魂をやろうって言って魂はそういう方向で、うん、もう出すって決めてそれやってるので、うん、でもその次にやりたいのは、ね、自然なんですよね、もうボーカロイドとか人間の声使わなくて、使わないとインストって言われるじゃないですか、音楽ってでもインストじゃないものに聞こえるっていうのは何かなってずっと考えてるんで、でそれはメロディーがあるとかってのはまあ当然そうなんだろうけど、そう例えばピアノでメロディー弾くとピアノになっちゃうでしょ、で何でどんな音だったら人間の 声とかボーカロイドの代わりになるのかなっていうのはすごい、そうですね、あれが不思議なんですよね、まあ、あの、うん、CG とその人間の顔の境界線もそうだと思うんですけど、うんうん、その合成音とその生の声のギリの境界ってどこにあるのか、でも一方で慣れるかもしれないじゃないですか、うん、いや僕は全然どっかにあるはずと思ってる、だから慣れさせちゃえばもう何でも OK な時代が来るかもしれないです、あの僕はあの渋谷のあのヤマンバとかいう部族じゃないや、女の子たちね、女の子たち見た時にこれが受け入れられてるんだと思って、うん、愕然としました。でもあれも可愛いヤマンバと可愛くないヤマンバがいるから、いやもう明らかに僕らがすると不気味ですもん。もうほとんどなんか、うん、あの異次元の世界です。アンドロイドよりも、いや100倍不気味でしょ。それでもあれが普通なんでしょ。うんうん、だからもう不気味のタイム減ったくれもねえなここは。いや不気味のタイム減ったくれもなくて、しかも話すと結構普通だったりするから。うん、でもね、うん、その彼女たちが話せるのは結構でかいのかもしれないですね。いやでもね、彼女たちが変な言葉喋ってても、うん、全然おかしくないですよ。あ逆にね、うん、うんうん、だってあれだったらまだね、そのなんていうか合成音の方がいいかもしれないとか思っちゃうんです、うん、まあだから人慣れちゃうかなっていう気がしてね、うんうん、バリエーションどんどん増えて、いや大概のことに人間は慣れると思うから、うんうん、まあ、そういうふうに作っちゃうと、もしかしたらそのなんていうかそのギャップをね、メディアのギャップっていうのは、うん、実は慣れた方が早いのかなと思う、うんうん、でだからアンドロイドが例えばニュースキャスターとか、うん、テレビに、まあ、一番組に一つぐらいは出てるとかっていうことになると、うん、そのやっぱり生がいいよねとか、うん、でもまあそれもありじゃないかって、例えば、うん、あのいうのがね、ニュース何度も読むんだったらアンドロイドの方が、ね、うん、人件費かからないし、うん、でそれはね一応何回もオファーもらったんですよ、うん、でもただうちのアンドロイド持っていかれると研究できないんで、うん、あのいろんなあのメジャーのとこからオファーもらって、うん、1日1回こう短い、うん、こう天気予報やるとか、うん、そういうの使いやりたいって言われたんですけど、うん、まあでも買ってくれないんですよね、買って自分で作ってやれよとか思うんですけどね、あ買ってくれないんだ、うん、貸してくれないんですか、まず貸してくれないんですか、ね、持って帰ったら研究にならないんで、うん、まあ、でもそのうち多分やると思います、どうかね、うん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 、でもそれはだいぶ運動が認識変わるんじゃないかな、うん、一回受け入れてしまうとどんどん加速度的にいくと、テクノロジーって進化しかしないから、うんうん、やっぱり人間はそのテクノロジーを受けるのに随分なんていうかその心広くなってきたような、そうですね、気はしますよね、そうするとどうなんですかね、僕はねやっぱりもう一個揺り戻しがあるような気がしてしょうがないですよ、
ガーンと広がったら、うん、もう一回縮まるっていうか、うんうんうん、その私はこういうものだっていう、うん、まあ、ある種宗教観みたいなものがねすごく大事欲しくなってくる。何でも OK っていうのは、ね、うんうん、多分耐えられないんです。いや、だから揺り戻しはもう一回人間らしさ古い意味での、うん、に対する揺り戻しはまた来てっていうのを多分繰り返しで繰り返してるうちに、そうそうそう、その、うん、ね、うん、僕はこの後に出てくるのは宗教だと思ってるんです。うんうん、っていうかもう出てきてますよね。こうそうそう、でもそういうのをだからその僕は宗教やるって言うと怒られちゃうんですけど、うん、アンドロイドが宗教やるってのはあり得るでしょう全然。まあマリア様ですから、ね、うんうん、テレノイドをなんていうか十字架にもやるって言われて、うんうん、ちょっと十字架っぽく飾って演劇作ったことあるんですけどそれはね、さすがシンガポールのなんか古い教会みたいなところでやって、ちっちゃいテレノイド山盛り置いて、うん、真ん中にでっかいテレノイドがお告げをするっていうのを、うん、シンガポールのアーティストがやったんです。へ、僕ら持ってっただけっていうことになったんですけど、ことになっているあ、でもまああの世界はありえるなと思いましたね。いや全然ありえんですよ、うんうん、やっぱりね、この今後宗教なんですよ、うん、こんだけあのいろんなあのメディアが広がっちゃうと、うん、みんな不安になりだすよそのうち、うんうんうん、どんどんそういうふうにしていろんな、あのなんていうか、あの人間的な関係って作られていくような気がします。だインターフェースって言葉があるじゃないですか、ね、ロボットはまさにそうだし、音楽も基本的にインターフェースじゃないですか人間との、うんうん、で科学と哲学みたいなものの境界にいる人っていますよね。ただ宗教ってインターフェースだけでしょ、うんうん、中身ないですからね、うん、いやもう、あ、でもそうそう、ね、科学と芸術でいうと、うん、やっぱり芸術が先行するんだと僕は思ってるんですよ、うん、で芸術が先行して何か作るとか何か発想を得て、うん、そこに何ていうか式なり、うん、あの数学なり、うん、あの法で、何ていうか方法論なりをはめ込んでいくと、うん、科学になったり技術になったりするんだと、うん、基本的に全員がね芸術家でないと僕はいけないと思ってて、うん、ただその僕ら科学者とか技術者っていうのは、筆は持たないけど、僕はもともと絵描きなんで、あ、そうなんですか、絵は描けるんですけど、うん、筆をも使わずに数学も使うんだぐらいの話だと思ってるんですよ、ね、うんうん、そういうセンスがない人っていうのはちょっと困っちゃうなと思って、あ、物を発見するとか発明するということの、いや音楽が科学から取ることはたくさんあるんですよね、うん、だから科学者と何かやって摂取できることはたくさんあるんだけど、その逆がどうなのかなっていつも考えてさ、もう数学の僕は芸術僕の分野でいくともうむちゃくちゃベストマッチでしたよ、うんうんうん、こんな出会いはなかったですよ。でもなんか、うん、コラボレーションできたら面白いですね。対話はやっぱり、うん、話だから、うん、これからですね、話すよりも何か作ったりする方が、うんうん、全然面白いし、なんか僕はなんか本当にいわゆる人間じゃないことで、人間なんていうのかな、人間が作っ人間を見て感動するっていうのとは違うなんか気持ちの動きとかっていうことは僕は可能だと思ってるから、本当に可能だと思ってるから、そういう意味ではすごく可能性感じましたけどね、吉野さん言ってることと。で音楽までやってないから、まあ僕は音楽一番苦手なんで、まあ、なんかできるとちょっと自分の殻も破れるかなという気は、うん、ちょっと、まあ今日は最初の一歩なので、そうですね、うん、そのうちいろんな人が混じり合う中で、うん、なんかいいこと思いつくかもしれないです、もうなんか思いついたら連絡するんで、してください、ちょっとぜひ一つ何かやってみましょう。ですね、ぜひぜひ。